さんこんにちは、アームレスリング俳優のハッセマンです。今日はですね、私が主催するお芝居交流会、台本交流会の劇団員と私で同じ台本を2人1組ずつで順番にお芝居していったので、その比較動画というか、同じ役でも演者その人個人でやるお芝居はこうも個性が引き出され、演者によって全く違うんですよという動画になります。戦隊ヒーローものか。はい、ここに出てくる敵は桐谷さんがブラック企業に勤めていた時の上司がモデルになっているんです。うん、初めは怒りをエネルギーにして書いていたんですけど、書いてるうちに気づいたんです。彼らの背後にはさらに大きな敵がいるということに。彼らはただ操られていたんですよ、高度資本主義という化け物に。で、これがどうしたんだ。西園寺先生の原稿の代わりにこれを月刊子供ノベルに掲載させてください。それは古典童話に差し替えるってことで決定しただろう。でもこの作品は絶対に載せるべきです。差し替えはもう決まった、決定事項を蒸し返すな。分かったらさっさと組め。部長は分からないんですか。あ、この作品の良さが分からないんですか。月刊子供ノベルの価値を決定づける作品だっていうことが分からないんですか。お前、自分が何言ってんのか分かってんのか。分かってるよ。すいません、お願いします、これを掲載させてください、お願いします。戦隊ヒーローものか。はい、ここに出てくる敵は三谷さんがブラック企業に勤めていた頃の上司がモデルになってるんですよ。はじめは怒りをエネルギーにして書いていたんですけど、書いてるうちに気がついたんですよ、彼らの背後にはもっと大きな敵がいるということに。彼らはただ操られていただけなんですよ、高度資本主義という化け物に。で、これがどうしたんだ。サウンジ先生の原稿の代わりにこれを月刊子供ノベルに掲載させてください。それは古典童話に差し替えるってことで決定しただろ。はい、けどこの作品は絶対に載せるべきです。差し替えはもう決まった、決定事項を蒸し返すな。分かったらさっさと組め。部長は分からないんですか。は？この作品の良さが分からないんですか。月刊このノベルの価値を決定づける作品だってことが分からないんですか。お前、自分が何言ってるのか分かってるのか。分かってるよ。すいません、お願いします、これを掲載させてください、お願いします。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。同じ台本同じセリフでも演者によって息遣いだったりとか話すニュアンス、相手との芝居の中での言葉のキャッチボールの間だったりとかね、全然こうも変わってきます。演技やお芝居に正解はないんですけど、こういったねお芝居の楽しさ、今後もハッセマンお芝居シリーズで伝えていきますので、皆様どうかよろしくお願いします。それでは今日はお芝居動画になりました。また次の動画でお会いしましょう。